いよメガサイズウォレット、大きなクロコダイルをね、手の中で感じることができる。この目地の太さですね。どんだけダイナミックやねんと。 V っていうのは大人気のこちら、こんなクロコダイルの財布で見られたことありますかね、皆さん。これはね、実はあの前回のデストロイのクロコではご紹介しなかった部分です。何回も言います、この大きさだからできるこの表情、これは超希少です。本当に希少です。これをね見るといいっすよね。皆さんこんにちは、クロコダイル池田社長です。大変お待たせしたんですけれども、今回ご紹介するのはこちらの裏メニュー、ビッグラウンドウォレットを超えたサイズのこの超巨大クロコダイルを使ったメガサイズウォレット、こちらになります。この動画で撮ってる製品っていうのは実際ご購入されたお客様のもとに届く製品です。なのでこういう風にね、白い手袋をつけて注意して今回動画をお届けしたいと思うので、この手袋はねちょっと気になる方いると思うんですけれども、ご了承ください。でこれなんでね、メガサイズウォレットっていうかなんですけど、もともと池田工芸ってビッグラウンドウォレットっていう大容量のねお財布を展開してます。まあ、それはすごく人気なんですけれども、今回この超巨大クロコダイルをね使うにあたって、クロコ模様を迫力ある形でねお届けするにはちょっとそれでも小さいかなと感じてしまって、ワンランク上のサイズですよね、今回初めてご紹介をしようと思っています。まず大きさ感比べてもらいますね。この通常の大きさの財布、横幅が19センチかな、高さがまあ11センチ、ビッグラウンドは横幅が21センチ、高さは一緒なんですけど横幅がでかい、なおかつ厚みがあるっていうタイプなんですけども、ちょっとこの通常のラウンドは1回下げさせていただいて、このメガサイズのお財布ですよね、ちょっと比べさせていただきます。こうですね、へこんでますね本当に。保護色なんで緑しかないように見えると思うんですけど、横幅がねさらに1センチ大きくなっています。これだけの財布ってねすごく不思議なんですけど、めちゃくちゃでかくなるんですよ。プラスアルファ高さがね5ミリだけ高くなっています。これも微妙な差と思われるんですけど、それでもやっぱりすごく大きくなるんですよね。正直ね、この大きいクロコダイルって通常では手に入らないんですよね。これぐらいのね大きさになると正確に調べないと何年生きたか分かんないんですけど、僕らもほんの本当にこの大きさからしてね、そういう敬意を表する形で50年ワニと100年ワニと呼んだりするんですよ。そういう名前がつくぐらいね、長い時間を生きた、その生きた証をたくさんこうクロコダイルの皮にね刻みつけたものなんですけれども、それをね手に入れた段階でどういう製品をね皆さんにお届けしようかなとすごく考えました。今回はねやっぱりその身近に持っていただきたいということで、僕たちが得意とするこのウォレットですよね、皆さん感動してくれるというふうに自信がある形でねお届けをさせていただこうと思っています。本当にこういろんな鱗模様がこうミックスされたというかね、場所によっていろんな特色のある革なんですけれども、今回皆さんにお届けするね部位っていうのは大人気のこちら、顎でね取らせていただいてお届けしたいと思っています。この大きさのクロコダイルがねそんなに数を手配できないものなので、その顎を使うっていうことは超希少なものなんですよね。1頭に1つしかない顎の中で、今回は1頭につき4本取ります。でもその4本も全て表情が違うんですよね。なので世界的に見渡してもこういうお財布を作るっていうことは本当にレアなケースだと思うんで、今回のこの動画に出会っていただいてね、チャンスだと思うので、本当に超希少だと思ってください。使用した超巨大クロコダイルっていうのは2頭、もう本当に幸運にも手に入れられた2頭の顎を使って作らせていただいた製品を紹介します。でまずね1頭目の作った製品をねご紹介させていただこうかなと。1番です。こういう形でね取っています。でこの顎横の特徴っていうのは、顎横特有の丸符ですね。どの部分の玉符とはねちょっと雰囲気が違うんですよ。凹凸感がねすごく
出てるんですよね。溶岩が湧き出てきたようなボコ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 したこう立体感のあるバランスの取れたすごくいい鱗模様をしてると思いますね。それぞれの財布に個性があるんですけども、この財布に関しては凹凸感というところが際立ったものじゃないかなと。こんなクロコダイルの財布って見られたことはありますかね皆さん。僕はなかなか見れないと思います。過去に紹介した製品でも本当にクロコだと思いますっていう部分がねたくさん出てくるんですけれども、その中でもダイナミックさっていうのは群を抜いてるかなと。続いて顎横2番ですね。あえてちょっとずらしたんですよ。ボコボコした僕の大好きな丸い鱗と、こちらに比べたら少しフラットなんですけれども、大きいものから少し小さくなっていく特有の流れをこの中で表現したくて少しずらして撮ってます。この表情も僕大好きなんですよね。特筆した部分としては裏面ですよね。これですね。これなんか小さい鱗のイレギュラーな部分なんですけど、大きな鱗の中に小さな島があるような、この皮の一つの特性なんですよね。それをどうしても入れたくて、世界に一つだけの部分を持った財布としてこの製品を作っています。これもかっこいいですよね。こういう財布で本当に好きな部分って実はね、一番ここなんですよね。すごいいい表情してるんで、皆さんもねお買いいただいたら、こことこれを見るだけじゃなくてここを見てください。本当に表情豊かなんですよね。3番ですね。これは顎先です。前回ねブルーのデストロイでやった時もね、実は一番最初に売れたのはこの顎先でした。まあこういう形ですよね。この子だよね、その口の真下に当たる部分なんです。それをこういう形でね取らせていただいてます。噛む部分に直接近い部分なんで、クロコダイルは地球上で一番噛む力が強いから、掴んだ富も離さない、中にいるお金もね逃がさない、そういう意味合いをねしっかりと持てる財布なんですけども、縁起を担ぐ方にとってはね最高の部位なんじゃないかなと思います。ちょっと見てください。ここの横側にだんだん狭くなるに従って溝がね内側に切れ込んでくるんですよ。ここにも残ってますけど、それがねこう両サイドに入っていて、正面から見た時のシャープさを伺える部分なんですよね。何回も言います、この大きさだからできるこの表情、これは超希少です。本当に希少です。次はね顎元4番、これはね実は前回のデストロイのクロコではご紹介しなかった部分です。ここの部分っていうのはね、下の部分、顎のど真ん中です。まさに地顎ですね。そこを大胆にセンターで取っている、まあこういう感じですよね。こう裁断している感じで取っています。大きな竹譜好きの人にとっては最高のお財布かなと。顎のど真ん中でこの竹譜楽しんでいただけるのは超巨大クロコダイルでしか味わえないので、そこが一番のポイントかなと思います。それからまたここですね、僕の大好きな、もう最高ですよねこのトルネード具合。こちら側が前側なんですけれども、後ろ側はブーメランですね。綺麗に弓なりになった目地が走っているこの表情っていうのもなかなかできないですよね。4番ですね。そうですね、野球で言っても4番バッターですよね。次は2投目ですね。5番です。顎横財布ですね。実は1投目のクロコダイル、要はここに置いてあるクロコダイルよりも実はサイズが大きかったんです。でそのサイズが大きいがためにここの丸い鱗もねさらに少し大きいんですよね。その大きな鱗をより楽しんでいただくためにそういう部分を厳選して今回は裁断しています。後ろに向かっていくとやっぱり目地が広い、荒々しさがすごく感じれる。なかなかないですよねこういうお財布って。本当にこれをね見るといいっすよね。皆さんにお伝えしておかなあかんのは、ゴツゴツし硬いんだろうなと思われるんですけれども、すごいソフトです。なので持っていてもすごく持ちやすく、手に馴染んで気持ちいい、大きなクロコダイルをね手の中で感じることができる。6番目の製品ですね、顎横。今回のこの顎横に関してはね、実はすごい小さな部分ですよ。見てくださいね、このねちょっとだけポツってなった、これが僕ちょっと気になったんですよね。どうしても入れたくて、規則正しい鱗模様の中のイレギュラー要素なんですけれども、こういう一つ一つの個性をねこの中に詰め込んで裁断はしました。でさらにここにね鱗が成長するにあたって、なぜかこの丸い鱗にこう2筋の線が入ってる、
まあ、こういう小さな変化でもね、すごいこの表情が豊かになるんですよ。でこれ後ろを見ていただくとね、この目地の太さですね、もうどんだけダイナミックやねと。本当にこれはすごく楽しいお財布じゃないかなと。この丸い小さい鱗だけでもね、僕はもうなんか愛おしくなります。めちゃくちゃ可愛いなと。顎っていうのは特にイレギュラーな鱗模様っていうのが多い場所なんですけど、自分が愛着を持てる場所をこの中から探していただくっていうのも本当面白いなと思いますね。僕はこういつも自分が持ってる財布の中で好きな鱗模様っていうのを見つけるのが好きなんですよ。今回皆さんには一本一本選んで買っていただくことができるんで、楽しんでいただければすごく長い相棒になるんじゃないかなと。次は7番。さっきはね、左右対称に近かったと思うんだけど、比べてくださいね。ここの鱗ポンポンって2つありますよね。でそれの対称になるのとこっち側でしょ。でもポンポンポンって3つありません。このね、ギレギラーさだけでも僕はね、この製品すごく可愛いなと思っちゃいますよね。裏側はね、実はこの、分かりますかね、鱗の中に黒い部分が存在してるんですよね。これって黒子を染色した時に染料がすごくこう染み込みやすくなるので濃くなるんですけれども、これもあえて入れてます。デストロイ黒子なんでね、これはね、僕たちは黒子の一つの味として今回はそのままお届けする形をとっています。ダメージデニム、そういうものにもねすごく合うんですよね。本当にこれだけのねクオリティを持った表情豊かな黒子っていうのは、個性の強いダメージジーンズにも負けない表情を持ってるんで、一生持っていただくとね、周りの方々がね、それ何って聞いてくれるようなインパクトを表現してくれるんじゃないかなと思います。最後にご紹介するのは8番です。顎元ですね。これはね、一つ面白い部分があって、後ろ側ですね、これ見てください。あるものとないものがあるんですね。すごいレアなんですけれども、これをどうしても入れたくてこのお財布を作りました。竜の逆鱗のような部分なんですよね。竜って81枚の鱗があると言われてて、そのうちの1枚だけがね逆さに生えてるっていう伝説上の話なんですけれども、まさにそのような鱗がね一つだけあるんですよ。これを僕はどうしても入れたくて、天体部分に、ね、入れることにしました。竜の逆鱗っていうのは触るとね怒ってしまうっていう部分なんですけど、でもそれが手元にあるって面白くないですかこういう部分っていうのはすごく珍しいし、これだけ大きい黒子じゃないとこれだけインパクトを残す形で入れることができない、本当にレアな顎元の財布になってると思いますね。1番から8番まで紹介させてもらいました。やっぱそれぞれ個性あったでしょ。どれをね欲しいかってすごい悩まれると思うんですよね。どれも手元に届いた時にね、すごく満足感のある製品だと思うので、愛着を持ってね、自分自身の、ね、名前をつけていただいたりとか、でさらに難波の財布を買いました、この表情を見た時にこういうふうに思ったんでこういうふうに読みますっていうようなねコメント欄でねいただけるとすごくありがたいかなと思います。自分やったらね、この表情を見てマグマっていうことをさっきから何回も言ってるんですけど、もう地球の中心にこううごめくマントルみたいなね、そういう名前をねつけると思います。ファスナーはゴールドですね。ブルーのシートをまだつけてますけれども、ゴールドのカーブ感ですよね。手に入れられた方が初めて剥がす、そういうためにつけています。中、だいたいその顎財布ってゴールドオンリーっていうのが多かったんですけども、今回はゴールドは間違いなく使いました。以前までの顎財布と違うのは、この街をねあえてブラックの牛革にした理由としては、こんだけすごくインパクトの財布なんで、全てがゴールドだとインパクト強すぎて倒れる人がいるかもしれないなと思って、なので自分だけが本当に楽しめるような仕様にしています。火山の上っていうのはこの外側と同じねマグマ色のクロコダイルを使っています。でそこに押すロゴはゴールドにしています。でこの小銭ファスナーの引き手は外側と同じクロコダイルをこんなに小さくして凝縮して使っています。面白いな、めっちゃでっかいクロコダイルをこんな小さくしちゃってるんですけど、ちゃんとここにも使っています。たまにこうご質問が来る時があって、このゴールドパイソンが剥がれませんかとかあるんですけども、これはブラックのパイソンの上にゴールドの薄い箔をね圧着してるタイプになります。本物のパイソンなので鱗って動きますよね。そうするとね、下地の黒が多少見えるケースはあるんですけれども、箔がねポロポロ落ちてきたりとか、鱗がね簡単にちぎれたりとか、そういうことっていうのはまずないと思います。ただ粘着質のものがね
これセロテープとかがビターンってくっついてしまって無理やり剥がしたりすると箔の層っていうのがね取れてしまうケースはあると思うんですけれども、僕自身も長年使ってます、自分とこの製品なんで。でも一度もそういうことがないので、通常の使い方ではね何か問題が起こるということは僕はないと思っているので、まあ存分にねこのゴールドのパイソンを楽しんでいただければなというふうに思います。まあ、今回ね限定8本の超巨大クロコダイルを使ったメガサイズのお財布をねご紹介させてもらいました。同じ名前でも1本たりとも同じものがありません。これを逃すと本当にねもう手に入らないものなので、興味のある方はね本当にいち早く概要欄のね秘密の扉から裏メニューのページに入っていただいてご購入いただければねすごく嬉しいかなと思います。これお作りしたんですけどすごい苦労しました。実際1ヶ月ぐらいかかってやっとご紹介してるんですけど、すごくソフトなんですけれども厚みはやっぱりね通常のクロコより2倍3倍あるんですよね。でそれを使えるように薄くする作業っていうのだけでもすごく苦労するんです。っていうのも薄くすればするほどね破れてしまうんですよ。そういう風にならないようにならないように注意をしながらねまた縫製をする場合でもねこんだけ凹凸があるとやっぱりすごく縫いにくいんですよね。そういうものもしっかりとケアしながらね時間をかけて作らせていただきました。なので手に取った方々はねすごく満足いただける製品に仕上がっていると思いますので、期待をいただいてねご購入いただければなというふうに思っています。この動画を見てねお気に入りの方はチャンネル登録と高評価の方またよろしくお願いします。